ド々ドーはマダガスカル沖のモーリシャス島に生息していた絶滅鳥類。単に、ド々ドーといえば、モーリシャスド々ドーを指す。ド々ドに属する鳥には他に2種がある。存在が報告されてから83年で、目撃例画と大絶滅した。ド々ド鳥と呼ばれることもある。大航海時代初期の1507年に、ポルトガル人によって、 生息地のマスカリン諸島が発見された。1598年に8隻の艦隊を率いて航海探検を行ったオランダ人ファンネック提徳がモーリシャス島に寄港し出版された航海日誌によって初めて堂々の存在が公式に報告された。食用に捕獲したものの煮込むと肉が硬くなるので船員たちは堂々をバルクホーゲルと呼んでいたが、 続行した第二次探検会は、堂々の肉を保存用の食料として、塩漬けにするなど重宝し、以降は入植者による成長の補足が常態化した。オックスフォード堂々の頭。現存する堂々の唯一の剥製標本の一部分。隔絶された孤島の環境に適応して、天敵らしい天敵もなく生息していた堂々は、空を飛べず、地上をよたよた歩く。 警戒心が薄い巣を地上に作るなど、外来の捕食者にとって、都合のいい条件が揃っており、侵入してきた人間による乱獲と人間が持ち込んだ、従来モーリシャス島に存在しなかった犬や豚、ネズミなどにヒナや卵が捕食され、さらに森林の開発により、生息地が減少し、急速に個体数が減少した。オランダ、イギリス、イタリア、ドイツとヨーロッパ各地で見せ物に、 されていた個体はすべて死にかえ、野生の堂々は1681年のイギリス人、ベンジャミン・ハリーの目撃を最後に姿を消し、絶滅した。堂々はイギリス人の博物学者、ジョン・トラデス・カンタの死後、唯一の剥製が1683年に、オックスフォードのアシュモレアム博物館に収蔵されたが、管理状態の悪さから1755年に、 焼却処分されてしまい、標本は頭部、足などの、ごくわずかな断片的なものをしか残されていない。得意な形態に分類項目が議論されており、単足なダチョウ、ハゲタカ、ペンギン、シギ、ついには、トキの仲間という説も出ていたが、最も有力なものはハトメに属するとの説であった。複数の研究から、現存する、最も禁煙な種は、ミノバトと、示唆されている。 堂々の骨格七面鳥よりも大きな巨体で翼が退化しており飛ぶことはできなかった。オハはほとんど退化しており脆弱な長場が数枚残存するに過ぎない。顔面は額の部分まで皮膚が露出している。空を飛べず巣は地面に作ったという記録がある。堂々の生活史を示すダイアグラム堂々の卵とスレプリカ。 堂々は一回に一個の卵を産んだ。植物植生で果実や好みなどを主食にしていたとされる。また、モーリシャスにある樹木、タンバラ国と共生関係にあったとする説があり、1977年にサイエンス誌にレポートが載っている。内容は、その樹木の種子を堂々が食べることで、包んでいる厚さ1.5センチメートル物語格が消化器官で消化され、 糞と共に排出される種子は発芽しやすい状態になっていることから半物の一助となしていたというものであった。証明実験としてガチョウや七面鳥にその果実を食べさせたところ排出された種子に芽吹きが確認された記述もあった。タンバラ国は絶滅の危機とされ、1970年代の観測で老木が十数本、未生の若木は一本とされる。ただし、 この説は論文に対象実験の結果が示されていないことや、サイエンス誌の査読が厳密ではなかったと推測する人もおり、それらの要因から異論を唱える専門家も存在する。堂々の名の由来はポルトガル語でノロマの意味。また、アメリカ英語では堂々の語は滅びてしまった存在の代名詞である。さらには、よたよた歩く姿から付けられたという説もある。 ありがとうございます。